ケンクマテラシイノチとは、古墳時代の豪族、シマウ国造の一人、ケンクマテラシイノチとも、別名にヤエクマネイノチや、武水上イノチがあるとされる。一方、八十クマネイノチとケンクマネイノチの兄弟と、したり、大輪の子や武尾名別名の孫に位置づける系図もあり、その位置づけは系図によって一定しない。また、兄武彦イノチの子で、 建国罪命の別名とする伝承も存在するが、同系図では、建国罪命の別名を訂正して、兄竹彦命との間に挿入している。周保諏は主系図。政変によると、かや国造剣仮目富命の女を妻としたが、剣仮目富命が溶接し、その子である諸秘別名は、まだ幼く国造職を継ぐことができなかったとされる。その際に、茨城国造の祖、 巨命が代わりに、カヤ国像を務めたが、悪性によって、民衆の心が離反したため、剣熊照らしい命が、朝廷に訴えて、これを放逐し、代わって、島宇国像とカヤ国像を兼任したとされる。なお、長野県千野市中町にある、信濃国諏訪軍大塚の日には、塚原里にある大塚は五百足とその妻兄弟部の、この親子の古墳であるとする伝承を記すが、 同比は何によってか五百足をで早尾命の十八世、孫、剣熊照テラシ命の子としている。上市刑図には、伊豆早尾命の十八世孫、武国積み命の子とされる。剣仮目富命の娘をめとって、武水熊命、武世男命の兄弟を産んでおり、武世男命の後営に、島う君と、森屋宿がいる。なお、刑図資料によって、 祖神竹中方人から剣熊照らしい命までの中間世代を頂戴に記すものが多いが古代氏族系不修正では他氏族の系図との比較検討から百科系図校書斎の阿蘇系図や諏訪市領僧書斎の諏訪市模写大法利武系系図略の中期にある竹南方命後世孫か地ち早押す命の記述を妥当としか地ち早押す命の孫兄竹彦命の実名を 無国積み命であると見ており、これに従えば、剣熊照らしい命は、伊豆早尾命の発生孫となる。ありがとうございます。